筋トレ少しだけね。だってほら、女の子に腕枕してあげるとき便利じゃん。してほしい。僕もしてほしい。え、何この子、かわいい。いぶきの知り合い。こんばんは、ゆずきなつさです。なつさ、お前、お久しぶりです。いぶき先輩、お見舞いの一つも来ないから死んだ、もしくは死んだと思ってました。ね、一緒に飲もう。飲もう飲もう。ダメだ、帰れ、未成年だろ。未成年は去年までです。いつで時間止まってるんですか。何しに来たんだよ。ラグビー部に戻ってきてください、今すぐ。いぶきってラグビーやってたの。めっちゃすごいじゃん。ラグビーはやめたんだよ。なんでですか。僕のせいですか。違う、お前は関係ない。早く帰れ。なら私たちと遊ぼう。行こう行こう。ナッサ、どうしたの。おい、ナッサ、大丈夫。ナッサ、ごめんなさい。大丈夫、誰か呼んでくる。いや大丈夫、とりあえずこいつを連れて出るから。でもどうしよう。何かできることある。何もないよ、できることは。病院行くか。首痛いんだな、ちょっと待ってろ。連絡先消してたか。夏はスマホ出せ、誠一郎を呼ぼう。呼ばないでください。明日試合なんで。お前、タバコ吸うほど落ちぶれてはないみたいですね。なんだよお前、マジ何しに来たんだよ。嫌がらせか。だからラグビー部に戻ってきてください。いや無理だから。あれですか、夏さを怪我させちゃった俺がラグビーなんてできないってやつですか。あのよくあるありきたりな。やめろ。とにかく帰れ、送ってやるから。寮出たんだろ、どこに住んでんだ。結構です、一人で電車で帰れるんで。でもお前本当に大丈夫なのか。頸椎ヘルニアですよ。首振ってる時点で大丈夫ですよ。本当に痛い時は微動だにできないんで。あ、言っときますけど僕諦めませんから。なんでだよ、何もできないんだって。伊吹先輩、ちょうどよかった、マウスピース忘れてきちゃったんで伊水大学グラウンドまで送ってください。今帰ってきたばっかなのに。てかお前、このバイク嫌だって言ってなかった。嫌ですよ、あのクソみたいなお兄さんからもらったバイクでしょ。そうだよ、お前が回し蹴りかました兄貴からもらったバイクだよ。本当にあいつ最悪ですよね、マジで。今思い出してもイライラする。でも一番ムカつくのは伊吹先輩のヘタレな態度ですよ。ちゃんと自覚してくださいね。ほーら、何してるんですか、暗くなる前に早く。お前の暴君っぷりはマジで歴史の教科書に載るレベルだよ。気をつけてください。先輩、開けてください。先輩ってばいるんでしょ。先輩、おい開けろ。妹妊娠させといてだんまりとはどういう。お前な、あれ、思い当たる節ありですか。オートロックどうしたんだよ。お邪魔しても。ダメだ、また叫びますよ。お前調子乗んなよ、俺が本気になればお前なんてどうにでもなるぞ、分かってるよな。そんな度胸あるとは思えませんけど。だったら試してみる。あ、すみません、痛いですよね。うっかりメリケンしてたの忘れてました。そっか、うっかりならしょうがないね。伊吹先輩の行動なんてお見通しなんですよ。はい、これどうぞ。
今日はこれを持ってきたんです。月曜日記入して持ってきてくださいね。夏さな、本当に俺は、あ、そうだ、あとこれポストにいろいろ入ってましたよ。電気代ちゃんと振り込まないと止まりますよ。じゃあまた来ます。はあ、あいつなんでポストのロック番号まで。はあ、わかるか。ああ、よかった、やっと繋がった。夏さん今どこですか？先輩部活辞めたって、寮も出て引っ越し先わからないって、どうしたんですか？あれ先輩、電波悪いかな。先輩、おーい夏さん、ごめん。なんでバイクなんか。もしかして本当はひどい怪我してます？だから部活辞めたんですか？先輩は選手生命に関わるような怪我してないって聞いたんですけど。俺お前に何もしてやれないんだ先輩。だからラグビーやめるから。は？お前と同じようにラグビーできなくなれば、少しはお前の気持ちわかるかもしれない。マジで何言ってるんですか？だからって許してくれって意味じゃない。二度と顔も見せないから。待ってください。本当ごめん。ちょ、せめてこれだけでも食べろ。食べたくない。どんどん体重落ちるぞ。お前は痩せやすいんだから。いいの、ラグビーするために筋肉つけてたの。ラグビーができないなら筋肉なんかいらない。ねえせい、どうしてバイクなんだろう。せめてラグビーで怪我すればかっこよかったのに。それと飯を食わないことに何の関係がある？もうそういうこと言ってるんじゃないの。もういいよ、ラグビーできるせいには分かんないよ。